はい、皆様いらっしゃいませ、こんばんは、スネシロカナでございます。それでは本日は久しぶりの自社でございます。バトルスピリッツの最新弾ケロルブースのコラボブーブースターではないコラボパックの方を、買ってきました。わーわーなんですが、先に、名前かケロロブースのカードが見えていると思いますが、別の日にですね、友人と外出した際に購入したものが、ね、出たものを並べております。まず没骨封入特典から開けていきましょう。こちらケロロドラゴンですね。ちょっと横になってますよ。はい、こちらですね。昔ながらの仕様の方のカードが出ました。嬉しいですね。やっぱ昔これをね、映画館にもらいに行った覚えがあります。確か映画館だったと思います。ケロケロレースじゃなケロケロレースだったかな。映画のね、ケロロドラゴンのカードでしたね。実際にね、ケロロ軍曹のコラボカードということでね、新規もいっぱいありますが、懐かしいですね、ケロロ軍曹。中学生の時、わやほど読んでおりましたが、そうですね、実際にケロロ軍曹というカードかと言われると、普通のこのパックの中にあるカードの1外のケロロ軍曹、1外で、同じ効果のものをケロロ軍曹の絵柄になっている特別仕様なカードということになっておりますので、ケロロ軍曹、フルケロロ軍曹デッキが作るのが困難という方はですね、ケロロ軍曹のカードの右上のところにですね、スピリット名が書いてあったりするので、そちらを見ながらデッキ構成をしてみてはいかがでしょうか。私はそうするつもりです。なのでね、いやでもね、契約グランウォーカーという新しい存在がね、出ておりますが、そちらの方で、そちらの方のヘルメスがケロロ軍曹に当たるんですけど、そちらが手に入れれれば、れればいいですね。いいですね、って感じですね。相変わらず音声後付けでございますが、久しぶりにね、実写を撮るけにね、カメラがね、めっちゃ揺れると思います。要所要所で。ご了承ください。あ、こちら X レアですね。ケロロ軍曹のデッキに入れるようです。入れるみたいですね、調べよったら。強いのそうですよ。進化の英雄中、プロメピックリフォースという X レアが先ほど出ました。すいません、カタカナって、ね、最新代になるにつれてどんどん読みにくくなってきているんですよ、私は。でも昔のね、スティールナイトとかの新規が来とったりですね、ちょっと前のね、シリーズ弾の曲が入っていますので、嬉しいですね。やっぱり周年ということもございましてね、力が入っているのが非常にわかるパックでした。開封後の私が言っております。でも契約グランウォーカーネクサスっていうのがいまいちね、よく分かって理解ができてないんだけど、とりあえず初手から手札に来るっていう考えでいいんだよね。ごめんなさいね、組みたいけどルールをね、もう一度見ておかないとなって思っております。以前より出ておりますね。相棒のね、契約スピリットの強化も何もか入ってるみたいですね。今回の普通の X、普通の X レアじゃないの、何 X レアって言いますか、 NX レアか、NX レアっていう X レアが入ってるんですけどね、これの絵柄がわやかっこいいというね。そう、絵柄がすごいかっこいい。バトスピの X レアのレリーフ加工がすごい好き。レリーフ大好きお兄さんやから、レリーフ大好き。日本語になってるんですよ。ごめんなさい。開けてみてなんですけどね、結構 X レアの封入率は高い感じがした。まあ、前々からもともとバトルスピリッツって結構 X レアの封入率は高い感じがするんやけど、Mレアがその分ね、低いんですけど、封入がね、使うカードほど Mレアだったりするんですけれども、果たしてケロロ軍曹のカードは出るんでしょうか。ラインナップ的にはですね、ケロロ軍曹の
のカードラインナップたちは、まあ、見えてると思いますが、冬木くんは確定でおりますね。夏美ちゃん、冬木くん、むつみ先輩、小雪ちゃん、西沢さんと、ママやね。うち、我らがママの、秋様ですね。ケロロ正体確認で、軍曹さんだけ、ケロロロボマーク2、まあ、ちょっと、見切れておりますけどね、真ん中におりますコスト8のカードはケロロロボマーク2で、普通のスピリットとしてケロロ軍曹、グランウォーカー契約グランウォーカーネクサスとしてケロロ軍曹が入っているという感じです。で、僕の封入特典でケロロドラゴンとフルアーマーケロロドラゴンですね。両方手に入っております。冬木くんの隣にある真ん中のカードがフルアーマーケロロドラゴンですね。かっこいいですね。わやかっこいい。わやかっこいい。わやかっこいい。だからこれ、普通にね、デッキ組まなくっても揃えたくなるケロロ正体。ケロロ軍曹の周年記念ということでね。今手元にフルアーマーケロロ軍曹。ケロロ軍曹ではケロロロボがない。ケロロドラゴンがない。どこに置いたんやろ。違うボックスに片付けてしまった。ごめん。後悔を思うと思った。はい。別のエクセリアですね。シャリオナイザーと言います。白のエクセリアですね。高機能戦士だったかな。なんか、絶妙なラインを引いておりますが、高機能戦士、シャリオナイザーだったと思います。どこぞの連邦の新兵器に聞こえますけどね、機能戦士ですよ。そうですね、高機能戦士、シャリオナイザーというね。契約降臨か。なるほどね。なるほどねって言っても、バトスペ知らん人からしたら、契約降臨って何やねんっていう話かもしれませんが。私も曖昧ですがね、契約スピリットが流行っておりますからね、今のバトルスピリッツは。私のね、効果の技術のないデッキとかを使う、ねえ、やつはもうおらんのやろうなと、内心、しょげながらやっております。はい、こちらが契約グランウォーカーネクサスのガイアですね。エッティンのお姉さんですけれどもね、赤だからね、赤は今回くとまないなあ。出てきたフルアーマーケロドラゴン、私の手元で2枚出てきました。すいません。権限っていう契約グラウンドネクサスに、降臨することができる、降臨というか権限か、やることは一緒ですけど、ソウルコアをトラッシュに置いて降臨するのを権限っていう風になってるんですけど、そちらができるというのはフルアーマーケロドラゴンです。出しもできるんやけどね、このコラボかっこいいね。概要欄の方にパックのところ、おっと、ケルメルガという NX だったかな。NX レア、紫の NX レアのシークレットでございます。背景画像がバトルスピリッツの絵柄になっております。シークレット加工のものが当たりました。やりましたね。毎回思うけど、絶妙なシークレットを毎回引いてる気がするでしたけど。嬉しいんですけどね。嬉しいんですけどね。うわ、ごめん、NX じゃなかった、ケルベルが。普通の X レアだった。ごめんなさい。すごいよね、シークレットが。ケロロ軍曹たちも一応シークレットという扱いではございます。ワンロットに大体ね、3枚から4枚ってところかな。入っとる感じです、ケロロ軍曹のカードは。なんかシークレット風に言うと、クルル総長、やっぱカレーといえばこの方ですよ。クルル総長を引くことができました。嬉しいですね。個人的に好きなキャラといえばね、軍曹さんなんですけどね。ウユキ君も好きなんだけど、ちょっとさす場所になってますね。後でね、手に入れた、てか、うちが持っとる現状のね、ケロロ軍曹カードをご紹介したいと思いますのでね。お楽しみに。ケロロたちマジで覚えとるわ。中学生の頃さ、ほんまに雑談やけどさ、中学の頃私 iPod を持ってなかったから PSP に音楽を入れてさ、PSP にイヤホンを挿して先、音楽をかけながらね、チャリを爆走しながら、ながらにして、
大人買いしまくんりょったんがケロロ軍曹ですね。中学生だから、中学生でね、漫画5冊一気に買うのは大人買いやと思っておりました。やはり次の X レアが出ました。X レアが出とった。黄色の X レアですね、先ほどのは。今回の黄色といっても、この X レア金運という系統なので、まあ、ずっと聞いたら契約スピリットの系統だよね。系統というものがバトルスピリットにあって、その系統でデッキを組んだら組みやすいよっていう感じですね。効果のつながりがある感じです。名称でも効果のつながりがあったりするんですけど、系統で効果のつながりがある数が多いので、できるの文章になりますね。はい、西澤桃花ちゃんも引きましたね。桃花ちゃんもね、まあ、冬木くんのことが好きなヒロインの一人ですから、アリサちゃんというね、途中から参加した、強ヒロインが、強キャラヒロインがおりますからね、冬木くんモテモテなんですよね。素晴らしいですね。羨ましいですね、冬木くん。でも、ももかちゃんのお母さんの方が私としては好みですね。何を言ってるんでしょうね。自己責任でお願いしますね。いや、わかる人はわかるか。ももかちゃんもいいよね。絵柄がいい、今回のコラボ。マジで。ずっと言うけど、絵柄がいい。はい。ブンブンカーニバルですね。うちの手が止まってる。ブン、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 ブン。おっと、待ってくださいね。次、X レアが出てきましたね。トリス、メギス、トスというですね。まあ、コラボカードで言ったら、ケロロロボマーク2に当たるカードを引くことができました。ダブルシンボル、効果。権限か、これも。フラッシュで権限が出てますので、契約グランウォーカーネクサスに降臨することができます。かっこいいね、マーク2。はい、次のカード行きましょう。スッて行くね、あっち。フォークをさせるよ、余波ですね。結構ね、買えないかなって思ったんですよね。近場のカード、売っとるところで普通に買えたので、ラッキーちゃんだぜって思って、次の日、もう友達と言っとったけどね、これは厳しいぜって思って、次の日行ったら、おーっと待ってくださいね、小雪ちゃんですね、ドロロの相棒こと、現代の忍び、小雪ちゃんを引くことができまして、ちょっとピントがもけておりますがね、小雪ちゃんでございます。これ、ドロロ好きな人は多いんじゃないでしょうか。私の友人もドロロが好きと言っておりまして、ドロロ。でも、一番私が好きなのはね、冬木くんと言いましたが、正体の中で言えば、ギルロ五丁が好きです。ギロ夏はいいぞ。ギルロ五丁を引いたんだ。引いたんじゃない、なんて言おうとした。ギルロ五丁といえば、やっぱ夏美ちゃんだね。夏美ちゃんも引きたいですね。単品買いって今どのぐらいの相場なんだろうな。調べてきてないんですが、すいませんが。単品買いもありかもしれませんね。高そう、今。出てすぐトン料金さ。の動画撮ってる。出て次の日ぐらい。なかなかね、相場が。で、これが融資、ドミニオスというカードですね。タマだったかな？あ、ラスイチですね。もう早いですね。タマにドーミーが確かそれだった気がする。違ったっけな？あ、すいません。ケロロ軍曹さん。軍曹さんがさっきのカードでしたね。普通の軍曹さん、スピリット状態の軍曹さん、それでした。で、ラスイチ。久しぶりのね、実写やけんね、カードが滑るね。手袋をつけて久々に撮ってるからね、滑る。あ、でもいい段ですよ、これ。もう見つけたら箱買いですね。って感じで、最後のカードはエムレアでした。でもエムレアが、必要になってくるのがバトスピというものですので。というわけで開封してまいりましたが、3枚かな？ケロロ軍曹出ました。これは別の日に買った分です。ケロロ軍曹さんのスピリットカード。そして今回のボックスを見て特典、ケロロドラゴンですね。昔の仕様のカード。昔の仕様のカードって素晴らしいですね。何が素晴らしい？全てが素晴らしい。で、冬木くんですね。彼を置いてケロロ軍曹は語れない冬木くんでございます。で、こちらも普通に撮って、もう一枚の方、あ、フルアーマーケロロドラゴンでございます。かっこいいですね、本当に。和やかっこいいですね。
ね、ケロロロボマーク2でございます。で今回出ました、小雪ちゃんでございます。小雪ちゃんもいいね、スケベだね。で、ももかちゃんですね、今回出ました。ももかちゃんと、そう、そして今回前回って別日に出ましたももかちゃんですね。はい、ここ、ストストボケてる、ピントがボケてる、ピントがボケてる。ですね、この名前のところにですね、うちのカーソルが出てない、ごめんね名前のところの下に、本来の、バトルスピリッツのカードとしての名称が書かれておりますので、こちらを見ながらですね、ま、フルケロロ軍装デッキを作れる方はもう努力していただければいいと思うんですが、そうじゃなくってもとりあえず形にはしたいなという方はですね、そここにこの真ん中のところにですね、本来のスピリットカード、マジックじゃないか、ミラージュとか、グランウォーカーネクサスとかのカード名が表記されております。ちょっとピントが完璧にぶれしまってるんであれなんですが、そちらを見ながら組んでいただければいいんじゃないかなと思います。本気でピントボケてんな。右もあって後ろのクルルさんに全部持っていかれてたな今クルルさん、クルルさんに全部引っ張られてました。はい、そしてこちらですね、これ友人からいただきました、ギロロ5丁ですね。やっぱいいですね、ギロロ5丁。はい、というわけで今回はですね、最新弾ギロロ軍装コラボパック、原初の襲来を、開封してまいりました。フルケロロデッキを組みたい。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。